DDT プロレスリング YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。またまたこの配信が帰ってまいりました。私稲田哲とカリスマ佐々木大輔選手のビッグマッチを、まあ、予想するみたいな恒例行事ではないけど、なんかちょいちょいやってますね。そしてこれがね、とてもあの DTT の会場でファンの人にまたカリスマとの配信やってくださいってしょっちゅう言われるんですよ。この配信結構好評です。佐々木さんがいつもね、面白いから今日はもう朝まで生稲田生じゃないし、あのもう試合まで両国まで1週間来てますからね。朝まできついでしょ。両国の朝まで生稲田。いや大丈夫ですか。乾杯。おい、乾杯。おい、じゃあ今日そういうわけでね、このタイミングでやるってことは両国をまあね、あのまあ予想してくださいとかいう流れを望んでると思うんで、また一応それにのっとって今日はお送りしたいと思います。ということで、じゃあ早速ね、両国の試合をちょっとね、第一試合から当たっていきましょうか。なんで俺の試合からじゃねえんだよ。いや、それはやっぱ一番多く話してもらいたいんで。俺の試合の話しても帰ろう。いや、そしたら多分すぐ終わっちゃうんで。一人で朝まで。いや、それ意味がないじゃないですか。永遠と俺が一人でこれを飲み続けるじゃないですか。飲み続ける。だから、まあ、あの楽しみは最後に取っておくということで。じゃあまずはね、正田選手対鷲見選手の第一試合、いかがですか。この若い二人のシングルマッチから始まるこの両国大会という、これはステカード。いや、そういうこと言わない。いや、意外と DDT ってその若い二人のシングルマッチから始まることってあんまりない印象があるんですけど。もったいない。それは両国でやる、こんな奴らにもったいない。いや、そのね、両国大会を二人でバーンと温めてくれて、アルバムに7曲ぐらい入ってる、はい、捨て曲の一つ。いや、ありますけど。確かに、ね、アルバムでこの曲あんま、これ絶対数合わせだよ。いや、俺はこの二人のこのね、フレッシュなシングルはなかなか見どころあると思いますよ。いや、いらないだろ。いや、第一試合からもう佐々木さんはまるで興味がないということが分かりました。じゃあ続きまして、この高木三四郎、川松慎一郎、ユニバーサス、高梨正宏、小島遠井、ルキア、どうすか。ステカーも来た。いや、もう川松先生だけじゃない、うん、ああ、議員には噛みつかないんですね。先生。うん、先生。あんまり知らないから。ああ、そう。あれですよね、練馬議員狙ってるんですよね。狙ってる。じゃあ川松さんとは仲良くしといた方がいいですね。仲良くしといたら、もしかしたら、うん、いいことあるかもしれない。で、そっちの人脈がね、開けるかもしれないですからね。じゃあ、先生。じゃあ、そっちチーム応援しますか。先生、頑張ってください。ね、じゃあ、ね、カリスマは川松さん推しということで、この試合は。E のセクシー勇気、男色ダンディ D の今なりファンタスティック夢人 VS、秋と高尾相馬。下東吉友。これもステカードだな。いや、下東吉友選手の両国国技館での試合ですよ。バーテンダーでしょ。いや、なんかね、煽り V を読んでても過剰にこの下東選手を煽る傾向があるんですよね。なんか僕も伺ったら、なんかプロレス界にとても顔が広い人だと。で、アキトさんとかともなんかね、つながりがあって、で、イブシさんのところでプロレスを習ってたんですよね。なんかまあ、業界内視聴率みたいのは異常に高いんではないかと、この下東選手の試合は。なるほどね。でも佐々木さん的には、いや、ステカーでしょ。今のところ、両国の3試合全部ステカードですけど。あ、じゃあ次は3way 6人タッグマッチですよ。盛り上がるでしょ、これは。土井成樹、大橋徹、平田和樹 VS 藤田稔、MJ4 カノン、鈴木小太郎、岡田雄介、高6ユーヤ。これはダムネーション TA 入ってますよ。ステカーもだな。いや仲間がいるのに。豪華な人集めた。豪華な人集めたステカーだ。ステカー。いやいや、これは盛り上がるんじゃないですか。これだってもう、大橋徹と MJ4 は熱いから、もう使い物にならない。うん
両国に来るまでにバテちゃう。来れないかもしれない。途中で。いやでも大橋さん、そういう意味では相撲アリーナ燃えるんじゃないですか、両国で試合できると。そういうこと、うん、そういう話聞いたことないね。そうですか。じゃあまあ大橋さんのテーマは暑さに負けず会場入りするってことですね、まずは。うん、たどり着いたらゴールみたいな。仕事を終えたと。じゃあポーさんは。ポーは無理だろうな。いや、この素敵な T シャツがね、両国から発売されるわけじゃないですか。うん、ちょっと張り切ってんじゃないですか。いやー、本当はこれで販売してる、満足してる。あ、もうモチベーションはそこで終わりですか。いや、いい試合したらやっぱ T シャツも売れるんじゃないですか。いや、暑いからね。暑さに負けていると無理だろうな。おお。そしてじゃあ次ですよ。まだいっぱいありますよ、両国ですから。スペシャルタッグマッチ、チータン&ポコタン VS アントレ・ザ・ジャイアント・パンダ&スーパー・ササダンゴ・マシン。すごいじゃん、これ。どうすか、映画化した方がいいんだよ。大怪獣決戦みたいな。ゴジラ対、うん、キングコン、なんだっけあれ、うん、キングギドラ、うん、キングギドラみたいな。じゃあまあ怪獣大決戦ですね、まさに。もう、これはでも、石原さとみ呼んだ方がいいんだよ。なぜ？ゴジラ出てた。英語下手なのにゴジラの発音だけいいんだよ。ガッツイや。新ゴジラの話ですね。新ゴジラ要素は怪獣まあそうですね、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダは確かにでかいからね。じゃあ石原さとみをあのキャラで、あの英語を喋るキャラで呼んでガッツイなって言いますね。チッチータツイッターツイッターツイッターパカタンパカタン。佐々木さん、ちなみにその他団体の試合とか普通に客席で見たりとかするんですか？いや、俺ね、うん、プロレス見るの好きじゃないから。え、あ、じゃああまり客席では見ない感じで。ダメだ、耐えられない。おお、やっぱやる方が。プロレスって、うん、長いし。いや、俺もう忘れられないの、うん、初めてのプロレス観戦。はい、これはね、いい話なんだよ。おー、じゃあ聞かせてくださいよ。俺はもうね、ビル・ゴールドバーグが、ね、うん、大好きで、うん、日本に来るっていうのが中学生の時、はい、うん、日本武道館見に行って、うん、一人で、はい、前半戦超つまんない、うん、すごいもうね、うん、頑張るの武道館ながら。あ、他の選手たちもね、うん、でも俺はもうゴールドバーグしか興味ないから。じゃあその前の選手が張り切れば張り切るほど、おい返すな、もう負けろ負けろ、早く次かわいそうに頑張ってる選手ね。どんどん後半戦になればなるほどみんな頑張って、そういうもんですよ。もうみたいな、もう早く見たいから。イライラしながらゴールドで、やっとゴールドワーク来たら、うん、はい、もうねひどくて、うん、スピアーも、うん、ジャックハンマーもしないで、うん、なんかいきなり終わって、うん、終わっちゃったんだよ。俺このために来たんだけど、え、嘘でしょみたいな。じゃあ見たい技は全然見れなかったんですね。何も見たいものは見れずに、おう、もう帰るか。あれ以来プロレス見に行くの嫌になっちゃった。じゃあこっからはさすがにあれですよ、ナヤさんの復帰戦が入ってきますよ、はい、原島ナヤユキオ VS 秋山純入江茂弘。いやステカードだね。いや、これは…お前が来てたね。ああ、そうですね。なんか今ホストやってるでしょ。まあ確かにホストみたいな、ローランドみたいな会見してましたけど、あれホストやってるわけじゃないですよ。ホストでしょ。入江選手が、そのね、トイメンに。ね、入江選手くんで。来るならもっと派手に使えばいいのに。え、ナヤさんとぶつかるっていうのが目玉じゃないですか。だってもっと派手に…うん。いきなり入ってたよ。まあ、確かにね。もったいないよ。いやいや、僕はちょっと楽しみな試合ではありますけどね。WXW チャンピオン、うん、でしょ？ええ。あんま取られた？世界中でね、今大活躍してますからね。じ
じゃあまあ入江選手の評価は高そうですね、佐々木さんの中で。うん、シゲちゃんもね、うん、高いね。おお、じゃあね、セカンドとは言わずこれは見どころある試合にしましょう。だからシゲちゃんの無駄遣い。いえ、結局じゃあ入江選手が出るのは素晴らしいけど、この試合ではないぞと。いや、僕はちょっとね、ナヤさんとの絡みに期待したいですけど。じゃあ続きまして、これは面白いんじゃないですか。スペシャルシングルマッチ、高道のくバーサス魔王。ステカードじゃん。なんで高道の選手が魔王選手とシングルでやるわけですよ。まあ、言ってみれば、宇宙人プランチャー元祖と、ね、今使ってる魔王選手の、ね、世代を超えたシングルマッチってことじゃないですか。急だね。急。まあ確かに、あでもね、タカ選手が DDT に上がり始めたのは、それこそ、ね、カノン選手の復帰戦から絡んで。あ、この間出てたね。そうですね。だまあね、で、かつての弟子の復帰戦に、ね、DDT 上がって、で、そのまま、ね、マオ選手のシングルを両国でやるという。森タカちゃんも悪いことは言えないな。一応そういうのは、ちゃんとバランスは見てるんですね。先輩だからとか、タカちゃん好きだから。あ、じゃあタカ選手に対しての好感度も結構高いですね。タカちゃん好きだ。おお。あ、じゃあちょっと入江選手タカさんとちょっと佐々木さんもね、ちょっと興味をそそる人が入ってきたところで、続きましてこれは超スペシャルですよ。スペシャルシングルマッチ、幸之助竹下 VS 上野勇気。ステカードだ。どこが？今や時の人じゃないですか、竹下選手。いや、上野じゃなくていいじゃん。いや、上野選手も今もうね、日本でも大人気だし。絶対ない。いや、この2人はもうそういう意味ではもう因縁は一番濃い2人じゃないですか。絶対ない。いやいや、これは絶対ね、うん、幸之助竹下 VS 中澤マイケルにした方がいい。じゃあ、AEW の空気をそのまま。いや、これは、あの、結構これ目当てに来る人もいると思うんで。いるの？いますよ。だってこれ AEW のゲームでさ、うん、できないんだよ、中澤マイケル対幸之助竹下。え、選手として入ってないんですか？中澤マイケルいない。いないでしょうね。これはあのゲームで中澤マイケルで天下を取ろうと思ったのに。ああ、でもそれはやりたいですね。中澤マイケルがいないから、おう、もうゲームできない。じゃあ、あのエディットレスラー作れるんじゃないですか。そんな面倒くさいことできない。中澤マイケルさんを作る能力は使いたくない。そんな能力はない。ちょっと言っといて。次はタイトルマッチ来ましたよ。 KOD 6人タッグ選手権試合、王者組樋口和貞、中津亮太、石田祐希 VS 坂口幸男、赤井崎、岡谷秀樹。捨てカードだな。タイトルマッチですって。だってこのタイトルが捨てタイトル。いや、そんなこと言わないでください。ダムネショー TA も取ったじゃないですか。この世で一番価値のない。いや、そんなことはない。あの、カノン選手が生まれて初めて取ったベルトですから。あんまり価値を落とさないであげてください。かわいそうじゃない。本当ですよ。ベルト持ってる時にそれ前言ったじゃないですか。何の価値もないベルトだって。いや、そういう意味でもか、ね、赤井さんが最後のタイトル挑戦かもしれないですよ、これ。どうでもいいな。どうでもいいですか。いや、赤井さんの引退っていうのは、佐々木選手的にどう？いや、もう辞める人なんかどうでもいいでしょ。そういうこと言わないでくださいよ。まだね、11月まで日もあるし。辞めるんだから。いやいやいや、その辞めるにあたって、やっぱりね、ね、大きな、ね、あの印象を残したいじゃないですか。その一つとしてタイトルを。じゃあ俺が明日辞めるって言ったら。びっくりしますね。びっくりしますね。そして、あの、辞めるにしても、デスペラードさんとの試合終わるまで辞めないでください。明日は辞めないでください。緊張しちゃうから辞める。いやいや、そんな、そんな理由で辞めないでください。耐えられない。もう、どれだけみんな楽しみにしてると思ってるんですか。だから、とりあえず両国以降にしてください。本当にやめるんだとしたら。DDT ユニバーサル選手権試合、王者遠藤哲也 VS マッド・カルドナ with ステフ・デ・ランダーですよ。ステジェ。ええ、ステジェどうですか。ステジェ。
ステッチやん。ステカード。これもステカード？ステフデランダーはどうすか？いや、俺ね、この間ニューヨークで、はい、この2人見てるの。はい。マット・カルトなんか、うん。試合はしてました？試合を見た。あ、で、どうでした？いや、勝ち目ないよ。遠藤さんに、それほどマッドカルトナはすごかった、やばい選手ってことですね。ステフ・デランダーはどうですか？好きじゃあ、これは見どころじゃないですか。好き。じゃあ、試合そっちのけでちょっとステフ・デランダーを注目しますか。いや、もう乱入しよう。それは別にマッドカルトナとか遠藤さんに行くんじゃなくて、ステフ・デランダーに行くんですね。いや、それダメ。それはあのいろんな意味で今ダメです。あのいつの時代もダメですけど、ね、絶対乱入しないでくださいよ。いや、ダメです。ダメです。これダメ。そのファイトスタイルダメです。もう我慢できない。よく鼻道全力ダッシュして、もう我慢できないっす。前代未聞ですよ。で、まあその試合に行きたいところですけど、あえてあの最後にします。その試合を振り返るのはね、あのメインイベントどうすか。 KOD 無差別級選手権試合、王者日野裕二 VS 挑戦者クリス・ブルックス。ステカード。そんなことはないでしょう。テーマもいっぱいあるしね、かつてのダムネーションの中の日野選手が今のチャンピオンで、そして、ね、クリス選手がね、ここで満を持してベルトを巻くかっていう、ね、どうでもいいな。でも日野さんの今の、ね、チャンピオンとしての、ね、防衛ロードは素晴らしいんじゃないですか。だって強いもん、ね、強すぎますよね。何が強いってさ、うん、人間の個の生命力、子供5人もいるんだよ。いや、ほんとそうですよ。それでいてあのね、なんかあの夜飲むドリンクのイメージキャラクターにもなってるしね、いや、でも実際ね、それはやっぱ生物としての強さですよね。生物だよ。うん、生物。いや、だからもう日野さんって流れが来てるからチャンピオンになったとかじゃなくて、いつでも強いですもんね。だから本当誰が倒すのかなっていう、誰が倒せるのかなっていうのが一つの焦点ですよね。あ、なんか、ええ、解説っぽいな。ちょっとぶってみました。あの分け知り顔してみました。でもそういう意味ではクリスさんの勢いが今流れが来てるじゃないですか。あのトーナメント優勝したりとかね、あとやっぱその日本に一番大変な時に滞在して、ね、日本のプロレスを愛してる男だみたいな、その世間的な後押しみたいなね、そういうのが今クリスさんに追い風がビュービュー吹いてる状態だと思うんですけど、ね、そういう流れの中日野さんを攻略できますかね。いや、無理でしょう。無理ですか。だって生命体が強すぎる。ゴッズイラー。まあそれに近いですよね、どっちかというとね。じゃあクリス選手はそうですね、爆弾を用いれば、あわよくば、そしてあの眠る薬を口の中に投入して。そうか、日野さんの試合中に眠らせて、あ、最後凍らせましょうか。映画化した方がいいな。そうですね、新日野裕二。これも映像で日野裕二 VS クリス。じゃあちょっと凍結剤を飲ませる方法でね。じゃなきゃ勝てないか。勝てないですよね。じゃあメインに行ったということで、まあ佐々木さん的メイン、ここ行きましょう。今のところ全部ステカード、ステカードですよ今のところ。このカード果たしてどうなんでしょうか。株式会社メキシコ観光プレゼンツドラマティックドリームマッチ、佐々木大輔 VS エル・デスペラード、これはどうですか。ステカードな。なんでそこ、これこそ目玉中の目玉でしょ。ステカードな。これ一本で両国丸ぐらいのカードですよ。しかもタイトルマッチではなく、酒を、1年分の酒を、これやばいね、得るために戦う、かっこいいじゃないですか。できる1年分は本当にやばいね。え、俺この間行ってみたけど、ええ、すごかったよ。会社に行ったんですよね。もうテキーラだらけですか。テキーラすごかった。
だから1年分を目にしたわけですよね。1年で飲み切れそうですか？足りないかな。逆に足りない。1日何本いきます？1日1本、うん、多分あの場にあったのは100本ぐらい、うん、あ、じゃあ全てではないかもしれないですね。いや、100本ぐらいですって。いや、100本ぐらいが1年分で妥当じゃないですか。いや、足りないでしょ、1日1本飲むでしょ。365本欲しいと、うん、いや、メキシコ人もそこまで飲んでないですよ。きっとここもらえんだったら1日1本飲みますか？もらったら飲みますか？欲しいでしょ、だって自分だったらさ、うわぁ、俺もあと500円しか金ねえわ、テキーラなんか買えねえわってなるわけじゃん。うん、でも家にあるじゃん、よっしゃってな。あのデスペラード選手はあれじゃないですか、あのテキーラをもらったらあのドロップキックでイベントやろうかなみたいなこと言ってるじゃないですか。あんなのダメ。ダメですか？新日本道場でやったこと。じゃあ佐々木さんテキーラもらったらどうします？いや、俺はもう家でずっと飲む。一人で、なんかそれをなんかみんなに振る舞ったりとかしないですか？もったいない。もういやいや、そこはなんか勝利者の余裕で、スワンダイブとかでイベントやりましょうよ。嫌だよ。嫌ですか？もったいない、家で一人で飲むよ。独り占め。そのために勝つんだから。いや、これモチベーションの差が面白いですね。己のために、己が酒を飲むために戦う男と、ね、ドロップキックでイベントを開こうかみたいな男との対決ですね。まずそのまだ終わってもいないこの夢のシングル、まだ始まってもいない、始まってもいないわけですよ、うん、これどういう試合になります？予想としては、いやもう2人いい感じにそのね、褒め殺し合いという新しい言葉が生まれましたけど、お互いリスペクト、ね、お互い、ね、尊敬し合ってる状態で、いい状態でこのシングルに持ってってるわけじゃないですか。これで血で血を洗うシングルになったりするんですかね。その後もうボッコボコに殴り合うみたいな展開になったりするんですかね。完全もううええみたいな、ふるふる急にね、カンドリー北斗みたいな、ね、バーン。まあそれはそれで面白そうだけど、それはそれだろう。でもやっぱ二人の試合はなんかすごいね、まあ、クリーンなっていうと語弊はあるかもしれないけど、なんか素敵な試合が見れそうな気がしてならないですけどね。起こるかわからないよ。ね、逆にこの褒め殺し合いが振りかもしれないですからね。逆の展開かもしれないですもんね。深読みするな。ね、とりあえずね、全試合をね、あの総ざらいしたということで。余計な話も多かったけど、ね、うん、これが編集されてどうなってるか分かりませんけど。じゃあ佐々木さん、やっぱりね、このね、世紀の一戦に向けてちょっと意気込みなんぞ語ってくれませんか。エル・デスペラード戦に向けて。もう喋りたいことはないですか。意気込み、ちょっとカメラに向かってデスペラードさん見てるかもしれないですよ。意気込みなんかないよ。何ですか。何言ってんだよ。いつも通りに。何言ってんだよ。え、ないんですか意気込み。ないよ。絶対テキーラは俺のもんだとか。絶対テキーラも俺のまんまですね。ないよ、そんな意気込み持って生きたことないよ。おお、自然体で、うん、いや、それはそれでかっこいいじゃないですか。じゃあもういつも通りに試合をして、ステフ・デランダは俺のもんだ。いや、そこは乱入しないでくださいね。本当にあの絶対そのね、佐々木さんとデスペラード選手の試合はいい試合になりますから。しょうがないよ。いやいやいや、あのグッと我慢してください。しょうがない、人生とか、うん、おっぱい。せっかくだから、ね、もし、ね、テキーラを手にしたら、ちょっとテキーラパーティーやりましょうよ。テキーラが一番危ないよ。そうですよ。日本人がガンガン飲むもんじゃないですからね。うん、まあ、それをね、1年間楽しみ、ね、ましょうよ。勝利の末。1年後にまた会いましょう。テキーラでベロベロになった。おい。本番締めでいいのか分からん。ここで締めますか。じゃあ。
さんがテキーラを手にするかどうか、両国を楽しみ。